はい、どうもこんにちは、タッカキッチです。さあ、今日はですね、まあちょっとライブの話でもあったんですけど、料理をいっぱいやりすぎて何食べていいか分かりませんっていうことを言われました。まあ前もね、質問箱でこんな質問箱ありました。レベル上げの料理はバランスパスタかバトルステーキ、どっちがおすすめですかっていう質問に対して、僕は前衛ならバトルステーキ、後衛ならバランスパスタでいいと思いますっていう風に答えてしまったんですよ。まあこれね、まあ、正直ハッと思ったんですけど、後で気づいたんですけども、フィールドのレベル上げの敵ならいいです。まあどっちでも何でもいいと思いますよ。うん、ただちょっとね、敵にもよっても違う。うん。まあ、それをね、今日は細かく、ご紹介していきたいなと思います。あと、常闇とかね、エンドコンテンツに、食べないといけない。パスタ、食べないといけなくはないんだけど、まあ、できるだけ食べていい方がいいよっていう食べ物をね、ご紹介していきたいと思います。このドラゴンクエスト10の世界ですね、まあ、料理っていうものがございます。料理じゃなんじゃねほいっていうことなんですけども、ドラゴンクエスト10を知らない方にも、ご説明したいと思います。まあ、初めての方もね、中にはいると思うんでね、まあ、こういう説明も大切かなと思い説明させていただきます。はい、料理を食べることによってあるステータスが上がります。まあ計最高でも2つ上がるのかな。うん。でなおかつ経験値も、30%、最大 30% アップするのかな。 5% から 30% 経験値もアップすることができます。なのでこれを使ってレベル上げをしたり、例えばね、倒しにくいボスも倒したりっていうものが料理です。で時間の方も、大体30分と決まっております。はい。でプチバージョンがありまして、それが約10分かなっていう2種類あります。うん、その食べ物を使ってボスを倒したりレベルを上げをしたりするのがね、ドラゴンクエスト10の世界になっております。まあね、まずレベル上げなんですけど、正直フィールドで行くレベル上げの料理って僕あんま気にしないのね。気にしないっていうのは語弊がちょっとあるんですけども、まあ正直星2以上食べてください。でなおかつこちらドドン見てください。右下に書いてありますよね。器用さ20、経験値 1% で、パワフルステーキ、攻撃力2、経験値 1% っていう書いてありますよね。これ基礎値が一つしかないやつって最大でも 10% しか上がらないんですよ、経験値。うん。に対して基礎値がこうやって会心率、三河市率ね、2個あるやつって 30% アップするんですよ。これ知ってましたか皆様。なので、必ずレベル上げに行く際は、ですね、基礎値が2個以上、まあ、2個あるやつね、の食べ物を食べてください。で、おすすめは絶対星2。うん。星2を食べてください。星3だとね、ちょっと高いからね。星2以上だと、星2でも経験値 30% もらえるんですよ。で、これが、星1だと経験値 20%。10% 減なんですよね。なので、必ずレベル上げ行く際は、基礎値が2個以上ついてるものの、なおかつ、星2以上の食べ物を食べてください。30% アップ。これ星3では 40% じゃないですかと思いますよね。星3も変わんないです。30% アップ。なので、必ずレベルに行く上げる際は、基礎値が2個ついた食べ物のプラス星2以上の食べ物を食べてください。で、あとですね、まあ職業とかにもよるんですけども、僕ね、そんな気にしたことなかった。あんまりね。ただね、まあ、やっぱり前衛は攻撃力を上げることによって、敵を殲滅させる時間が短くなるのでね、攻撃力が与えるダメージが多くなるので、攻撃力がアップする。攻撃、料理が食べた方がいいと思いますし、まあ、回復系、僧侶だとかはね、死ににくくするためにヒットポイントが上がる、ね。あと NP も上がった方がいいと思うし、回復魔力も上がった方がいいと思うんで、まあ、その辺は、癒しのムニエルだとか、これ HP 上がらないね。まあ、バランスパスタとか、まあ、基本僕バランスパスタでいいと思うな、光栄とかは。うん、光栄とかはね。なので、レベル上げを行く際は、基本普通のフィールドでレベル上げるんであれば、僕はバトルステーキかバランスパスタ星2を食べております。で、一つだけ違うのが、
はい、スーパースターでレベル上げをしに行く場合、料理はこちら、スタースイーツがおすすめですね。まあ、なぜかというと、スーパースターを入れるってことは、経験値がアップする特技、ベストスマイルだとか、ミリオンスマイルを使うと思うんですよ。で、こちらの特技っていうのは、おしゃれで依存しております。まあ、おしゃれが高ければ高いほど、効果がアップすると思うんですけども、基本的にベストスライムは、お金と経験値が 1.1 倍から 1.5 倍増幅します。まあ、それもランダムですけどね。一体一体につき、敵一体一体につきね。固定はないんですよね。で、ミリオンスマイルだと 1.1 倍から 1.5 倍になります。で、特にミリオンスマイルって、特訓ポイントも、影響するので、特訓ポイントも増えますので、ミリオンスマイルをすることによって、特訓ポイントが 1.3 倍から2倍っていうように増えますので、おしゃれが高ければ高いほど、高額な経験値、特訓ポイント、ゴールドがもらえるようになりますので、おしゃれを増やした方がいいと思います。スーパースターをやる人は。はい、ドドン、こちら真ん中、超メタキン、12メタボ90万って書いてありますよね。まあ、メタキン。メタキンです。メタキン募集の時はですね。はい、こちら、アクロバーガーを推薦します。まあ、会心バーガーでもいいんだけども、こちら2を買ったとしても、10% しか上がらないんですよ。10% 経験値。会心バーガーね。それに対してアクロバーガーは、まあ、基礎値が先ほども言ったんですけど、2がついてるってことで、はい、30% アップするんですよ。え、なんでアクロバーガーなんですかって。メタキンって、会心で倒す。ほぼほぼ爆裂拳なんか特に使う人が多いと思うんですけども、もしくは会心が出やすい特技。これを貯めることによって、まあ、会心率が 1.6% アップして、なおかつ経験値も 30% アップするという効果がございますので、例えばああいうメタキンの募集などは、アクロバーガーみたいな会心率がアップする食べ物を食べてください。そうしないと結構ね、野良で嫌がる人がいるんだね。なんで、あなたは会心率アップしないんですかっていう風に思われる可能性もございますので、まあ、特に野良で行く場合ね、身内で行く場合はもういいと思いますよ。バランスパスタ、バトルステーキ。まあ、それでも結構言う人はいますけどね、中には。なので、必ず会心がアップするような、料理を食べてください。料理で経験値アップするものは、他にも釣りをしたりだとか、自分自身の職人、をするときに、あれもね、レベルアップする際に経験値増えますので、そういったものにね、レベルアップ早く釣りのレベル上げたい、職人のレベル上げたいっていう人はね、元気玉と併用して料理を一緒に食べて、レベルを、経験値稼いでください。はい、ここからはね、常闇、エンドコンテンツですね、聖守護者らに、どれを食べたらいいのっていう質問がございましたので、まあ、僕がわかる範囲内、あと、基本食、基本構成で行く場合の食べ物をご紹介していきたいと思います。僕はね、部とかでね、レンジャーとかで行くんですよっていうね、方はね、もうね、バトルステーキとかで、ね、もうバランスパサ食って言ってください。まあ、ちょっとわかんないんで。ごめんなさい。まあ、基本構成の、食べ物をこちらおすすめしますよっていうものですね。まあ、まずですね、レグナードなんですけども、まあ、基本パラディーンがいて、魔法使いがいて、5でしたら魔戦。まあ、それ以下だったら僧侶だとかもいう構成だと思うんですけども、まず基本となるパラディーンなんですけども、まあ、パラディーンはやっぱり重さが大事です。重さが。なので、タンクハンバーグか、ずっしりゾットを食べる方は多いと思います。で、重さが十分にある方っていうのは、中にはストームタルトを食べます。僕なんかはね、ちょっとクーさんにちょっと教えていただいて、まあ、雷ね、大防御でゼロにするっていうね、あの、怒り以外はね、普通の普段の時ね、大防御したら、まあね、雷がね、4% まで上げれるのかな ?54% まで上げれるのかな雷に耐性つけて。まあそういう装備がございますので、まあそちらをつけて、ストームタルトを食べると、イカズチで雷ね、大防御するだけでダメージゼロにするっていうことを教えていただいたので、まあストームタルトを食べております。で、次に魔法使いなんですけども、これもね、基本的にストームタルトだと思う。まあとにかくレグナードの攻撃で一番恐ろしいのって、イカズチです。
イカルズ地でダメージが相当高いので即死クラスになります。うん、なのでストームタルト、まあ、もしくは、なかなかねイケイケの人はねマジックスープを食べて攻撃魔力と、最大 NP を上げてね火力の方に貢献するっていう方もいるので、まあ、どっちでも構わないと思います。陰狼を装備してマジック装備をする、もしくは、まあ、安定を目指すなら、ソームタルトっていう形になりますね。魔法使いは魔法戦士なんですけど、まあこちらも、まあ、やっぱりイカズチが怖いのでストームタルトかな。基本はレグナードは、うん、もちろんねレグ5なのでね、ケチらずね星3を食べていきましょうね。はい、次はダークキングなんですけども、これねちょっとね後世によりけりなんですけど、あと4と5じゃねちょっとだいぶ違います。まあ戦い方がちょっと違うんでね、まあ基本的に4とかだったらバトルステーキとかで攻撃力上げて、で後者が、まあ、バランスパスでヒットポイント上げてっていう形で昔は流行ってました。ただ5が出てきて結構ねどの攻撃も即死クラスのダメージなので、ヒットポイント上げてももうしょうがないっていうことなので、ヒットポイントを逆に下げて戦うやり方なんですよね、ダークキング5って。まあ基本的に今流行ってるサポ構成ではなく、まあバトマス、デスマス、僧侶って、バトルマスターの場合だと闇耐性がねかなり重要なんで、ダークキング5は。なので、まあ、闇耐性を上げるためにダークタルトを食べます。もしくは闇耐性が例えば体の上に1個14とかついて、なおかつ、月飾りを装備した場合っていうのは、まあそれで死への竜巻一発耐えれるんですよ、ヒットポイント的に。うん、なので、スパイスカレーを食べて攻撃力アップと NP をアップしたりする方もいます。スパイスカレーですね。あとは会心、攻撃力と会心力が上がるスマッシュポテト、まあ天下無双でちょっとでもね会心率をアップさせてダメージを稼ぐということでね。でデスマスターなんですけども、こちらは基本的に、ザオをやる係だと思うんですよね。なので素早さが欲しいと思うんで、こちらクイックケーキが人気になっております、素早さを上げるために。で僧侶なんですけども素早さが大切なので、クイックケーキがすごく人気になっております。はい、次はメイブなんですが、まあ、基本的にこれも1から4と5は全然違います。はい、まあ、1から4は、まあ、ヒットポイント上げればいいと思うので、前衛はバトルステーキ、攻撃力アップとヒットポイント上げる食べ物だとか、後衛だと、まあ、バランスパスタとかヒットポイントを増やす、もちろん NP も増えるようなアイテムを食べればいいと思います。で5なんですけど、まあ、基本的に5の構成が、まあ、最近の構成はちょっと分かんないんですけども、武道家に道具僧侶っていうのが主流になってると思います。まあ、メイブ5は最低で720だっけな、720以上ヒットポイントないといけないです、こちらはね。逆にダークキングと違って、なので、バトルステーキ全員は食べてると思います。ヒットポイント上がって攻撃力、まあその辺は変わんないですよね。で道具使いなんですけども、これもねヒットポイントを上げるって言いたいんですけども、どちらかというと道具使いの役割って攻撃をするよりは、まあ道具使いの役目としてはダメージを火力、武道家たちの火力を上げさせるっていう意味では、清さ肉まんが結構好まれます。高木ちゃんなんで清さ肉まん食べるんですかって、まあ、基本的に清さを700まで合わせろと。まあヒットポイントはね道具使いって割と高いのよ、元々のヒットポイント。まあ今僕712なんですけども、これガン盛りすれば、はい、こちらが道具使いのステータスなんですけども、まあ僕道具使いでメイブ5を倒させていただきました。はい、でまあヒットポイントねやっぱり基本的にね料理食べずに773盛りました。こんだけヒットポイント高くなります。装備は竜の鱗、ヒットポイント、ゴーアヌビスと豪遊のベルトでヒットポイント上げて、で大地の大竜馬つけます。であとね一番大事なのがやっぱ先ほど言った清さなんですよ。清さ肉まんを食べるのはそういう理由なんですけども、清さを700上げることによって、700にすることによってレボスライサーが8割入ります。700がキャップみたいです。もう最大700以上、800に上げようが900に上げようが、まあそんな無理ですけど、上げようが、それ以上のレボスライサーの入る確率は変わらないです。なので700に合わせます。はい。で、
ということで、キヨンサニクマを食べると720になりますので、こちらレボスライサーが8割入れる状態で、なおかつヒットポイントも770というキープできますので、はい、なので道具使いはキヨサですね。キヨサニクマ、まあ、僧侶に関してはバランスパスタを、食べておりますね。バランスパスタ、はい。次は聖守護者になるんですが、まあレギロラッゾですね。レギロラッゾ、まあこちらはですね、まあいわゆるゾンビゲーっていうやつで、ダークキングにちょっと似てるんですけども、まあ、とにかくヒットポイントを上げちゃダメなんですよね、これ。うん。ヒットポイントをめちゃくちゃ低くして、なおかつブレス耐性、耐性を上げていくっていうボスなんですけども、じゃあ食べ物はそういう、何食べるのってことなんですけども、構成的に天地、僧侶、占い師となっていると思うんですけども、まあ、占い師とか天地雷鳴師って、基本的に攻撃魔力依存の、攻撃特技で戦っていくと思うんですよ。ヒットポイントを上げずに攻撃魔力を上げる。まあ、匠のチャーハンだとか、マジックスープだとか、まあ、あとミラクルサンドかな。僕はミラクルサンドを食べてましたね。ミラクルサンドを。それか、まあ一番結構人気なのが、まあ、今なんか特に火力的には申し分ないと思うのね。レベル116まで上がってるんであれば。なので、クイックケーキ、これおすすめですね。素早さが上げて回転率を上げるっていうことが、まあ僕そんなに攻撃魔力とかないんですよっていう方はミラクルサンドがおすすめですね。ミラクルサンド、まあ、天地雷鳴師もそうなんですけども、で僧侶もそうなのかな。やっぱりクイックケーキで素早さ上げるのかな。回復魔力、いわゆるベホマナっていうのはあんましないので、うん、聖なる祈りとかもしないので、基本的には、僧侶のやることっていうのはザオラルと聖女と天使巻くことだと思うので、回復魔力は基本的にいらないです。うん、なので一番いるのは素早さですね。なので僧侶もクイックケーキっていう形になっております。とにかくレギュラーゾは、素早さを上げて回転率を上げて、攻撃をすぐ転じれるような感じにしたいと思うので、クイックケーキもしくは占い天地雷鳴師だとミラクルサンドあとかを食べると良いと思います。はい、出ましたね。赤いサソリと緑の高き1ってね、揃ってますけども、はい、そんなわけのわからんこと言っとらんとね、言ってください早くってね。まあサソリの場合はやっぱ逆にゾンビゲーっていうものではないので、ヒットポイントを逆に上げないといけないです。ヒットポイント、なおかつ全員は攻撃力上げないといけないと思います。で基本的な構成は魔物に道具賢者だとか魔戦入りだとか、あと武道家だとかバトマス入りだと思うんですよ。うん、まあ前衛はやっぱりヒットポイントと攻撃力を上げるためにバトルステーキですよね。バトルステーキを食べます。で中衛も基本的には僕もバトルステーキ食べてます。なんでかというと、まあ、道具使いでも攻撃するので、サミダレ打ちだとかね、弓で、うん、で攻撃力を上げるために、レボスライサー入れやすくするために攻撃力を上げるとか、うん、で賢者なんですけど、賢者はやっぱり、ヒットポイントを上げるためにバランスパスタを食べます。で通な賢者だと、レボスライサーをやるみたいなのでね、まあ、先ほど言った器用さを上げれば上げるほどレボスライサーが入りやすくなる、ダメージアップが入りやすくなるように、器用さ肉板を食べる方もいるのです。まあそれは、ステータスにもよると思うので、その人の、うん、なので700近くまで器用さを上げれるよっていう賢者なんであれば、器用さ肉板を食べてね、しっかりとレボスライサー入れていってはいかがでしょうか。はい、こちらジェルザークですね。次はまあ今はね、あの魔物使いでサポで行く、モーモンを連れてサポで行くっていうのが流行ってますけども、まあこちら基本の構成が、魔法戦士、魔法使い、僧侶となっておると思います。で中にはね、バトルマスターでね行く、物理構成もあるみたいなんですけども、まあどれも一貫してこのボスは死ににくくするっていうことを基本的にしないといけないので、ヒットポイントは上がる、食べ物を食べてください。まあなので魔法戦士だと、まあ攻撃力も上げて、なおかつヒットポイントも上がるバトルステーキですね、魔法戦士。
で、魔法使い、これは魔法使い、もちろん火力を上げるために攻撃魔力を上げるんですよね。魔法使いもヒットポイントを上げて死ににくくしないといけないので、バランスパスタを食べます。でもちろん僧侶もです。僧侶もバランスパスタです。うん、なのでこいつはできるだけ、まあ装備にね、攻撃魔力を積んで、あとね、耐性ブレスガードついで積んでね、してやって、装備に火力を上げるアクセをつけて、食べ物にヒットポイントを上げるっていうようにね、料理を食べていきたいと思いますので、バランスパスタを食べてください。魔法使い僧侶ね。はい、こちらガルドドンになっております。基本的な構成が魔法戦士、賢者にデスマスターっていうね、構成になっております。まあ、いわゆるゾンビゲーですね。レギルラッツォだとかダークキング5と同じで、ヒットポイントを逆に上げちゃダメです。うん、上げてダメなんです。なので、魔法戦士に食べるものはスパイスカレー、攻撃力、まあいわゆるね、フォースブレイクを入れるために基準値である攻撃力を上げないといけないので、まあそれに合わせてスパイスカレー、ヒットポイント上げずに攻撃力を上げる食べ物なので、スパイスカレーを食べます。で、賢者はというと、ヒットポイントも上げてはいけない。でも、賢者の役割っていうのは火力の役割なんで、ガルドドンに対しては。なので匠のチャーハン、攻撃魔力を上げて、なおかつ器用さで暴走率を上げるのかな。うん、暴走率を上げるために匠のチャーハンを食べたいと思います。賢者はね。で、デスマスターなんですけど、こちらはね、とにかくザオ、ザオザオザオね。なのでクイックケーキ、素早さを上げます。もしくは、攻撃魔力を上げて、デスマスターのね、特技もう攻撃魔力依存なので、攻撃魔力を上げると三河市立も上げるためにミラクルサンドを食べる方も中にはございます。なのでデスマスターはクイックケーキかミラクルサンドとなっております。はい、ちなみにですね、こちら防衛軍なんですけども、はい、何料理食べたらいいですかってたまにあるんですけど、防衛軍ね、料理関係なのでね、防衛軍料理食べなくていいんで、皆様食べないように気をつけてくださいね。今日はですね、はい、基本的なね、エンドコンテンツのこの食にこの食べ物あった方がいいっていうね、食べ物動画でした。まあね、ちょっとためになったかどうかちょっとね、分かりづらいんですけどね。基本的に戦闘の、スタイル、例えばゾンビゲーだとか、これは絶対死んじゃいけないだとかっていうね、に合わせて食べ物を、まあ、食べていくっていう形になっております。例えば邪神なんかでも、敵によってはね、属性ダメージが強いからストームタルトを食べたり、ダークタルトを食べたり、まああとはですね、もうエンドコンテンツ以外でコインボスとかもございます。例えばドラゴンなんかはヒットポイントを上げて死にくくするようにバトルステーキを食べたり、炎ダメージを減らすためにファイアタルトを食べる方もございます。で、レオパルドなんかも、バトルステーキヒットポイントを上げて攻撃力を上げる方もいれば、やっぱりね、あの闇ダメージがきついからって言ってダークタルトを食べる方も中にはいます。はい、で、あと三将軍なんかもゲルニックがやるメラゾーマが強烈なんでファイアタルトを食べてる人もいれば、やっぱり火力を上げるためにバトルステーキ、食べてヒットポイントを上げたりってする方もいます。中にはやっぱり、デスマスターなんかは、クイックケーキを食べて素早さを上げたり、僧侶もそうなんですけども、クイックケーキで素早さを上げて回転率を上げるっていうやり方もございます。コインボスなんかはね、本当に結構人それぞれに食べ物すごい変わると思うので、やっぱりこのダメージを防ぎたいからこの他料理を食べる、ヒットポイントを上げて死ににくしたいからヒットポイントを上げるっていうようなね、自分自身の確固たる何かがあると思うので、まあ、コインボスはについてはこの食べ物を食べた方がいいっていうのは僕はなかなか言えないのでね、うん、まあ、なので、まあ、それはね、属性を取るか、ヒットポイントを上げて、死ににくするか、素早さを上げて回転率を上げるかっていうのはね、自分自身ね、試してみてやってみてはいかがでしょうか。はい、っていうことで今日は基本的なエンドコンテンツのね、これを食べた方がいい、レベル上げにはこの料理だっていうね、動画でした。ご視聴ありがとうございました。また見てね。バイバイ。